ハッチャーズ本店。1797年創業。ハッチャーズは、イギリス最古の書店である。1797年、ジョン・ハッチャードによって、ロンドン・ピカデリーにて創業し、今日に至るまで、ずっと創業当時の場所に立っている。現在、店の階段でハッチャードの肖像を見ることができる。諸説あるが、18世紀の書籍販売人だった。 シモン・バンデンバーグから購入した商品を集めて開店したと言われる。シモン・バンデンバーグの孫であるシモン・バンデンバーグ・クイックは最初に飛び出す絵本を発明した人であり、彼の孫が今日有名なシャーロック・ホームズとマザーブースの木像を制作した人である。有名作家たちを魅了していると評判であり、3つのイギリス王室御用達を得ている。現在、ハッチャーズは 1990年代後半に所有権を得たウォーターストーンズによって所有されている。ハッチャーズ本店には何年にもわたって多くの有名な著名人によるサインがある。例を挙げると J.K. ローリング、アレグザンダー・マコール、スミス、マーガレット・サッチャー、ローレン・バコール、スティーブン・フライ、デイビッド・アッテン・ボロー、マイケル・ペイリン、ピーター・マンデルソン、ヒラリー・マンテルなどである。 ヨーロッパ中の王室によって選ばれた少数の本と共に、ウィンストン・チャーチルについて書かれた一冊の古美術賞の本が現在も売られている。他には、ガーデニング、飲食物、電気、美術、王室に関する本が売られている。2006年には、モーブレー修道院内の書店がハッチャーズに移転した。すべての本が、書店のウェブサイト、電話、ファックス、 電子メールを通して注文可能である。年に2回新刊の書籍に関するカタログを発行している。書店で注文した出版物を予約して郵送してもらうサービスもある。年間を通して書店で開かれる有名なイベントにハッチャーズクリスマスカスタマーイブニングなるものがあり、11月の最終木曜日からクリスマスにかけて開催される。 5回ある書店の建物内すべてを使って20人以上の著名な作家によるサイン会がある。2008年にガーディアン紙が企画したザ・ワールズ10 d s Jiu West b o o に選出された。ありがとうございます。